皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、運は人から人へと伝播するということについてお伝えしていきたいと思います。これはですね、まあ実際に本当にある話で、運がいい人のところにいると自分も運が良くなって、不幸だ不運だって言ってる人のところにいると運が悪くなるんですよ。だから人付き合いっていうのは結構考えた方がよくって、まあ運がいい人はおしなべてですね、まあ、明るいですね明るいです、普通に。そして人がねやっぱり集まってくる、明るいから気持ちいいじゃないですか、そこにいると。で、不幸顔とかね、不運なタイプの人ってやっぱ顔の層も暗いし、発言も一つ一つが全て暗い発言が多いです。だからそもそもの状態が違うっていうことですね。だから不運の人のところにいるとやっぱね、不運がね映っちゃうんですよ。で、運がいい人のところに行くと運、いい運が映っちゃうということは、どう考えてもですね、まあ、自分自身がもちろん運がいい人で あるのはいいと思うんですけれども、いる場所とか付き合う人をちゃんと選ばないと、うまくいってたものもうまくいかなくなったりすることがあります。これは人に依存するっていう意味じゃなくて、その場の空気が持つ支配力とかオーラとか影響されるマインドとか空気感とか、そういうのがね全部重なってくるんですよ。だからいい人のところにいるといいご縁、いい運をもらい、そして自分もそれをまたお返しするという、そういういい循環が回っていくので、その連鎖の中に入っていけるかどうかっていうことですよね。そして不幸な連鎖の方に行きそうになった時には、そこに行かないように感知して避けるとか避けるとかっていう術を身につけるというのもやっぱりね結構必要な処世術かなっていうふうに思っています。ですので運がいい人っていう人は見ればすぐに分かります。で、そういう人と一緒にいる時に、その人の考え方とかをね見ていく、真似するっていう風にすると、自分も幸運体質に変わっていきますので、ぜひですね、自分がさらにいい状態になっていきたいっていう時には、まずそういう人をね見つけてみて、その人と語り、そしてその人の考え方を理解してインストールしていくっていうことが必要なんじゃないかなっていう風に思ってますので、ぜひご参考に。それでは。